はい、こんにちは、いとっちゃんねるです。5月の10日金曜日ということでね、ゴールデンウィーク明けの金曜日ということでね、やっとかといった感じでね、もう一仕事終えれば土日かと思いますんで、皆さんね、もう一頑張りしていただければなと思います。で、私のね、会社最近行ったんですけれども、そこでちょっとびっくりすることがあって、会社のビルのね、地下街のね、地下の方に飲食店入ってるんですけども、そこの飲食店がね、モバイルオーダー化になってんですよ。あーと思ってね、ちょっと衝撃受けたんですけども、モバイルオーダー最近多いじゃないですか。モバイルオーダーって何ですかっていう方もね、ちょっと説明しますと、席ついて二次元バーコードをスマホで読み込んで、そのスマホから注文するっていうスタイルなんですけども、これってね、スマートフォン持ってるありきなんですよね。ガラケーのやつどうすんだよなんていうのもあるんですけどもね、そもそもスマートフォン持ってきてない時どうすんだみたいな話になるんですけども、その場合はね、呼んで、店員呼んで、店員さんがね、注文受け付けてくれるらしいんですけれども、最近ね、できるだけモバイルオーダー貸してくださいっていうね、皆さんに言われてて、モバイルオーダーやるんですけれども、これね、前にも話したんですけど、僕ね、月末になるとね、パケットがいっぱいになっちゃってね、低速化されるんですよね低速化でこのモバイルオーダーやるとね、毎回注文が通らないみたいなことがあってね、画面がね、表示されないんですよ、メニューのね、結構ね、困ってたりするんですけど、モバイルオーダー化これ以上やめてよって思ってます。で、モバイルオーダー化するんだったら、スマホのね、パケの方をね、し放題、全会社し放題にするとかね、そういうのになってからやってほしいななんてね、いつも思ってるんですけれどもね。で、それ以外にね、もう一つあって、支払いなんですよ。支払いがね、現金使えなくなってるんですよ、そろそろペイペイ、交通 IC、 あとクレジットカードのみみたいなね、時があって、で、いよいよ現金使えなくなってきたか、なんてね。時にはね、なんかね、ペイペイも使えませんみたいなね。交通系 IC と、クレジットカードのみですみたいな時もあってね。下手すりゃね、食い逃げになるな、みたいなね。どれも対応してねえ、みたいなになってね。下手すりゃ食い逃げになっちゃうな、なんてね、いつもね、ドキドキしてるんですけれどもね。まあ、とりあえず財布持ってってね、全部のね、支払いにね、対応できるようにっていうことがね、重要なのかな、なんて思いますけれどもね。なんだかね、急にこういうね、モバイル化が進んでね、支払いもモバイル IC とかね、モバイル化が進んで、なんかやりにくい時代になってきたなぁなんてね、僕は感じておりますけれども、これがね、技術の進化っていうものなんでしょうかね。これに文句言っちゃうとまだね、老害みたいな形になっちゃうんでね。はい、皆さんね、社会にね、順次、適応していくように頑張っていきましょうと思う次第でございます。はい、で、今日はね、何をするかというと、こちら、オーディン2なんですけれども、こちらのね、素晴らしさっていうものをもう少し伝えていきたいなぁと思っております。で、こいつね、今ね、バングッドさんでセール中で、5月の12日まで、お安くなっております。で、こいつをね、もう少し皆さんね、素晴らしい商品だよっていうのを伝えたいなと思ってて、で、プレイステーション2のゲームね、今日メインで動かしていくんですけれども、まあ、その中でもね、プレイステーション2の中でも重たいソフトってあって、で、こちら重たいソフトメインで動かすんですけど、まあ、それでもね、全然快適に動きますよっていったところを今日ちょっとお見せしようかなと思っております。で、特にね、まあ、過去にね、半年ぐらい前にEtherSX2 っていうね、アプリを使って動かしてたんですけれども、こちらさらにね、パワーアップして、NetherSX2 っていうね、アプリを使ってプレイステーション2を動かしていきます。かなりね、動くようになっておりますので、まあね、ぜひ、動くよっていうのをちょっとチェックしていただければなと思います。じゃあね、早速プレイステーション2のゲームね、動かしていきたいと思います。はい、じゃあまず1本目なんですけれども、ドラゴンクエストモンスターズね、こちらもね、ネーサー SX2 になってから動くようになりました。で、これね、レトロイドポケット4とかでもね、遊べるんですけども、ちょっとね、引っかかったり、ちょっとノロノロになったりっていうシーンがあったりするんですけれども、姉さんになってくるとね、もうここら辺もう一切ノロノロせずに、実機レベルでね、動きますぜっていう、言ったところです。はい。まあ、こんな感じでね、今もう不思議のダンジョン入ってるんですけれども、まあ、トルネコのね、サポートでこうやってね、ヤンガスくんがね、こうやって、まあ、チュートリアルみたいなね、ステージなんですけれども、まあ、ここでももうすでにね、全然もう、軽快に動くぞぐらいなね、勢いで動きますんで、まあ、なかなかね、やっぱね、オーディンってパワーがすごいんだなと思いますね。はい。ちょっとこれまたね、ちょっとこれ階段でね、階段降りていきます。もうこれもね、実機レベルで動きますんで、嬉しいよね。これでね、敵がまた出てきましたね。
で、このヤンガスのね、このシリーズってね、進めば進むほどね、キャラクター、モンスター仲間にしてね、いろいろね、ガーッとね、たくさん仲間が増えていくんですけども、そうすると画面いっぱいにね、仲間が登場したりすると、重たくなったりするんですよ。これね、実際ゲームフォースで遊んでたんですけども、ちょっとやっぱりね、後半になると徐々に徐々に重たくなってくるなーっていったところがあるんですけども、まあ今のね、この段階でこれだけパワーあれば全然ね、問題なく遊べるかなーと思います。いいですね。もうね、かわいいヤンガスくんがね。ヤンガスくん成長するとドラゴンクエスト7のね、なんかごついじじいみたいな感じになるんだよね。今このね、この姿でこのままで会ってほしいなーなんてね、思うんですけど、ほんと可愛いよね、このヤンガスくんね。で、やっぱね、鳥山明先生のキャラクターデザインがね、やっぱいいから、で、これね、ナレーション途中入るんですけども、それもね、ドラゴンボールのね、ナレーションやってた方がね、入ってく、なんかナレーションしてくれるって言ったところがあって、もういえいえ、もうファンには涙もののね、ゲームだったりしますんで、ぜひね、面白いんで、遊んでほしいなーなんて思います。入れてね。ヤンガスはね、ほんと面白い。こんな感じでね。はい、っていった感じでね、ちゃんと動くかなと思います。はい、じゃあ続きまして、みんなのゴルフ4ですね。こちらね、解像度2倍で動かしております。こちらもね、VS モードで今ちょっと動かすんですけど、このね、女の子とちょっと勝負しようかな。ノーマルで。かわいいね。で、これもね、激重のソフトなんですよ。PlayStation 2の中でもね。で、これでね、ちょっと今日動かしていくんですけども、これもね、正常レベルで遊べるぞっていうのをね、見ていただければと思います。前回ね、イーサー SX2 で動かした時は、ちょっとまだ重たかったんですけど、これ姉さんに切り替わってからね、さらにね、遊びやすくなっておりますので、ちょっと見ていただければなといったところですね。もうね、ほぼ実機と同じような感じで、ほら、もうかなりスイスイ、ね、全然引っかかりなくね、遊べるぞといった感じです。はい、もう全然ね、サクサクサクともうこんな感じでね、ミンゴルも、こう、ポータブルで遊べるようになってますという状況ですね。いいですね。じゃあちょっとね、これで打ってみましょうかね。いきまーす。グラフィック綺麗ですね、やっぱりね。よいしょ、あばい。僕単純にこれ下手だったっていうだけですね。はい。もうね、ほら、実機と同じような感じで遊びます。もうサクサクヌルヌルですね。で、スペックがね、高い機種だと解像度2倍で遊べるんで、オリジナルのね、ネイティブよりね、すっごい綺麗にね、表示されるという感じです。だからね、やっぱね、プレイステーション2動かすんだったら、スペックがね、動きゃいいってわけじゃなくて、スペックがね、高ければ高いほどね、解像度高く遊べますんで、ぜひね、これオーディン2でね、もうパワーでねじ伏せる感じでね、最高画質で遊んでほしいなぁなんて思います。で、プレイステーション2結構ね、名作が多いんでね、あ、これでね、敵今こんな感じで、幼稚園児がね、今あれですけど。で、これで僕グリーンの上に乗せればいいかなと思ってるんですけど、乗るかな、ちょっとね、打っていきたいと思います。よいしょ。よいしょ。あー、惜しいね。ジャストまではいかないけど、まあ、ピンの上には、ね、グリーンの上には乗るでしょうと。あ、乗りましたね。おー、近いですね。いい感じ。スーパーショット 2.3 メートルですね。意外にね、ミンゴルね、仲間内でやると盛り上がるんですよ。これ誰でもね、遊べるよっていう、ゴルフをね、簡単操作で遊べるようになってるんで、ほんとね、誰が遊んでも、パーティーゲームとしてもね、かなり盛り上がるかなと思います。ああ、惜しいね、なんつってね。こんな感じでね。バーディーチャンスよ。で、これバーディーチャンスですね。今、こっちかな。これでちょっと強めに打てばいいかな。ちょっと強めに打って。入るかな。あー、外しちゃった。ちょっとね、ちょっとやりすぎましたね。パターってちょっと難しいんですよね。センスが求められるみたいな感じになりますけどね。ボギーですね。僕はパーかな。このまま行けばね。このまま行けばパーになるかな。よいしょ。はい、こんな感じでね。パーですね。まあ、こんな感じでね、だいたいすぐね、遊べます。これもちょっと一発目だけ打ちましょうかね。コースもちょっとね、変えてみました。変わったんでね。これでちょっとね、ホールインワンを目指して。よいしょ。あー、これちょっと無理かな。こんな感じでね。打って遊んでいただければ。ミンゴルも、あ、惜しい。はい、っていった感じでございます。は
い、じゃあ続いて、コナミのね、名作ロボットアクションゲーム、アヌビスですね。これはね、面白いんでね、ぜひね、まだ遊んでない方遊んでほしいですね。プレイステーション3にね、HD 版が出たりしておりましたけどね。とりあえずちょっと途中まで遊んだね、やつがありますんで、ちょっとそれで進めていこうかなと思います。こんな感じですね。いきなりこれでね、ロボットアニメになっております。ロボットアニメ風のね、こんな感じで。こっちが助けてほしいね。よいしょ。こんな感じで。ね。で、いろいろね、できるんですよね。で、こうやって。なんか、操作がよくわかってないんで、こんな感じで今ね。なんか、でかい武器使ってますけどね、今ね。敵掴んでるのかな？敵掴んでそれを武器にしてるって感じですね。こんな感じで。いいですね。こんな感じで遊べます。いいですね。で、結構ね、気持ちいいんですよ、これ。確かね。こんな感じで。めちゃめちゃ敵多いんですけど、全然普通にね、遊べますよーといった感じです。ロックオンしながらね、これかロックオンボタン。ちょっとね、操作が曖昧ですね。これかな？おぉ、めちゃめちゃね、気持ちいいですね。こうやってね、無双して戦っていくみたいな感じの。だったりとか、あとこうやってね、なんか防御かな？これ防御ボタンですかね。なんかね、あの、レーザー出せた、ホーミングレーザーみたいなの出せた記憶あるんですけど、ちょっとね、出し方忘れちゃいましたね。ね、結構ね、面白いんですけど。あ、これですね、ホーミングレーザー出せましたね。こうやってね。こうやってやっていくと結構楽しめる感じのね。よし。いいですね。面白いですね。こうやってね。ドーンってね。あー気持ちいい。こんな感じでね、かなりね、あの、サクサクヌルヌル遊べますんで、ぜひね、アヌビスもね、遊んでみてはいかがかなと思います。名作、ロボットアクションゲームね。小島監督がね、これ監修してるんだったかな、確かね。で、ムービーシーンもね、こうやって完璧に表示できておりますんで、ぜひ遊んでみてください。はい、じゃあ続いてアウトラン2スペシャルですね。こちらもね、言わずと知れた重たいソフトの一つなんですけれども、これ動かすのね、レッドポケとかじゃ動かないんでね、これはね、PSP 版で妥協して遊ぶみたいなことはあったんですけれども、プレステ2版はね、かなり重たいです、このゲーム。で、これもね、しっかり動きますね。ハタタクモードしますよね。で、曲はやっぱりね、マジカルサウンドシャワーをね、味わいたいところですね。まあ、これもね、結構軽く動きますんで、さすがオーディン2だなーって思うぐらいのね、軽さで動きます。サクサクヌルヌル動きますね。めちゃめちゃサクサク動きます。でね、ヌルヌルですよ。ほら、もうすごいね、これね。もう全然重さがないというかね、もう実機レベルで動いてます。いいですね。よし。ドリフトしながらね、こうやってドリフトしながらカーブを曲がっていくと気持ちいい。はい、気持ちいい、気持ちいい。よしよしよし。これ面白いですよね。アウトランはね、面白いですよ、このゲーム、ほんと。あー気持ちいい。ドリフトがとにかく気持ちいい。あ、べべべ。こんな感じでね、ハート集めながらね。よいしょ。よし、これでいいですね。いい感じですね。あーいいね。ドリフトが気持ちいい。いいですね。ドリフトしてっていう、こっからドリフトしてっていうことでね。で、ドリフトしてって、ブチ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 聞けますね。チュッチュッチュッチュ聞こえてくる。あ、分岐がね、左手行っちゃいましたけどね。あ、ばばば、これじゃ、車邪魔ですね。こんな感じでね、A ランクで通ってます。いや、いいですね。アウトランはね、僕大好きでね。よし、別でアウトランのね、なんだっけな。アーケード巨体みたいなやつね、買ってますんで、ミニのやつですけどね。よし。よし。アーケードワンナップか。アーケードワンナップのね、アウトランで遊んでる動画もありますんでね、ぜひね、見ていただければと思うんですけども。これもね、もうチュッチュ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 ですよ。もう美女とチュッチュですよ、もう。こんな感じで、かなりね、しっかり遊べます、アウトランもね。このゲームもうサクサクヌルヌル動いてるのがね、嬉しくなっちゃいますからね。ちょっとクレイジータクシーを思い出しますよね。こうね、クレイジーな動きがね。
おー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 あーもうちょちょあーっていう感じでね、かなりねしっかりアウトランも遊べます。このゲームねかなり面白いんでね、ぜひね遊んでほしいなーなんて思います。名作がねプレイステーション2多いと思いますけどね、いろいろなね、なんかこうゲームデザインがね面白かったりしますんでね、なかなか今のね世の中には出てないゲームが、なかなか今味わえないゲームが結構ねプレイステーション2にはねありますんで、よし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 、こんな感じでねドリフトのこの感覚をね楽しむゲームなんてなかなかないですからね、ぜひ遊んでみてはいかがかなと思います。はい、という感じでねかなり快適に動いてます。はい、じゃあ続きましてプレイステーション2版のねバーチャファイター2です。このゲームがねバーチャファイター4よりもね重たいんですよ実はね。でしかもねアーケードをねかなり忠実して再現しておりますので、かなりね綺麗に表示されてるしぬるぬる動くしといった感じです。こんな感じでもうサクサク動きますね、もうほぼ実機と同様ないい感じですね。よし、こんなサクサク動くバーチャファイターなかなかないですからね、さすがの。これも解像度2倍で動かしてます。もうかなりねアーケードに近い作りになってるかなと。よいしょよいしょラウ君にひたすらサマーソルトを食らわせるっていうね、もう一面の敵はね全然攻撃してこないんで、こうやってねサマーソルト当て放題ですよね。サマーソルトのねこのキックかっこいいですよね。はい、じゃあちょっとステージ回転でもう一回見ていきたいと思います。サラステージですね、これもねかなり快適だし音もねいいです、サウンドもね。やっぱりめちゃめちゃ蹴られてますね。まあ、この子にもね、サマーソルトラッシュでね。サマーソルトラッシュで。サマーソルト出なかったですね。はい。全然ね、快適に遊べるのがね、いいかなと思いますけど、いかがでしょうかね。いいですね。さすがオーディン2。バーチャファイター2もしっかり遊べるよと。ちょっと雷のところがチカチカするかなっていうのはあるかもしれないですね、画面でね。一応じゃあ3人目ちょっと倒したあたりでね、やめようかなと思いますけど。この橋のね、表現とかいいですよね。この水拳のこのステージはね。よし。やばい、やばい。やばいっすね。やばい。やばい。下段弱い、下段弱いっすね。こんな感じでね。ハゲにもちょっと冷たいっていうね。やばいやばいやばい。カウンター食らっちゃいましたね。こんな感じでほぼ実機レベルで遊べるかなと思います。さすがね、オーディン2。パワーでねじ伏せてますね。はい。こんな感じでございます。いい感じですね、動きもね。じゃあ次のゲームいきたいと思います。はい、じゃあ続きまして、機動戦士ガンダムジオニックフロントですね。こちらもね、重たいゲームのね、一つなんですけれども、こちらもね、なんかね、ザクが表示されなかったり、動きが重たかったり、みたいなことが結構あったんですけども、もちろんね、オーディン2はもうそこら辺のパワーでねじ伏せてますんで、ね、全然問題なく動きます、こちらもね。かなりね、動きいいかなと思います。来ましたね、ザクですね。こんな感じで。ザクもね、しっかり表示されております。6機ね、ザクがいるんですけど、まあ、こいつをね、状況を報告してください。動かしていくと。まあ、最初はね、結構簡単なステージなんですけど、敵もね、戦車とかしかないんで、砲台とかね、しかないんで、まあ、モビルスーツ出てこないんでね、ザクで蹴散らしていきましょうというような感じです。まあ、これちょっとゆっくりなんで、早めにね、走っていきながら、まあ、左のね、ここのレーダーにある方向で、こうやってね、動かしていけばいいかなと思います。こんな感じでね。よし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 。そのうちね、敵が出てきますんで。で、青チームはね、3機のザクで構成されております。このね、自分動かしているザクと残りの2機のザクですね。はい。で、赤いチームはね、赤いチームで別行動しておりますんで、これはね、後で切り替えながらね、進めていくんですけれども、まあ一面そんなにね、難しくないんで、パパッとこんな感じでね。走ってってね、パパッと敵片付けちゃいましょうといった感じのステージになっております。敵がいますね、ここにね。敵がいるんで、ちょっとね、ここ蹴散らしていきましょうかね。ロックオンしていきましょうか。
よし。これ敵いますね。これでロックオンしてドーンと撃ってきます。で、またこれでロックオンしてドーンと撃ってきます。はい。まあ、ここにもね、あ、敵倒してますよね。はい。といった感じでね、元のルートに戻りましょう。よしよしよし。ここかな、元のルートはね。よしよしよし。見てて、なんか狙われてますね。なんか撃たれてますね。ここに敵いますね。これで撃っちゃいましょう。あ、こっちにも敵いますね。どこにいるんだろう。あ、いましたね。これで倒していきましょう。あ、まだいましたね。ここにいますね。戦車がね。よし、敵倒しましたね。仲間内が倒してくれましたね。今ね。こんな感じで、サクサクサクーっとこうやってね、ザクを操作しながら、拠点をね、占領していくっていうゲームなんですけども、後半からね、ガンダムが出てくるんで、ジムとかガンダムとか出てきますんで、こいつが強いんですよね。こいつでね、ザクのジオン軍のね、気持ちっていうのをね、味わっていただくっていうようなゲームになっておりますんで、まだまだ倒してないか。こちらかな。あ、倒しましたね。仲間が撃ってくれましたね。ここにも敵います。ここにも敵いますね。よいしょ。ここに敵いますね。あ、だめだ、やられちゃいました。あ、やられちゃいましたね。リーダーやられちゃいましたね、って言ったところでね。まあ、こんな感じでね、あと仲間中が自動で倒してくれたりしますんでね。はい、っていった感じで楽しむゲームです。はい、じゃあ続きまして、バルキリープロファイル2ですね。こちらもね、オープニングの最初のシーンがね、重たかったりするんですけれども、これちょっとね、スキップしてますけどね。ここのシーンですね。ここのシーンがね、毎回重たいっていうことがあったんですけど、まあ全然問題なくね、これはね、遊べますよーっていった感じです。これね、解像度2倍、1倍にしてるんですけど、2倍するとね、ちょっと画面のテクスチャの腫れのズレみたいなのが出てきますんで、まあ1倍でこれ遊んでみてください。こんな感じで、ね、2倍でもね、快適に動きます。これね。状況に合わせて切り替えて遊んでいただければなと思います。ここがね、かなり快適に動くっていうのはね、まあ、ここを動けばね、大体全部動くぞといった感じになりますんでね。で、この後ね、この先のダンジョンのシーンがあるんですけど、そこがね、重たかったりすることがあるんですけれども、そこもね、ここ問題ないです。もうサクサク塗るんで、バルキリープロファイル2が遊べるといった感じですね。じゃあちょっとね、行きたいと思います。これもね、はい、こんな感じでね、ムービーシーンも全然問題なく動きます。これ可愛いよね。この子可愛いね。なんでこうね、女の子キャラって可愛いのかね、なんて。女の子キャラになれるっていうのはね、おっさんには嬉しい。おっさんだって女の子になれないですからね。女の子キャラにだけはなりたいっていうね、感じですね。何言ってるやつね。はい、ここのね、ダンジョンシーンもね、ね、レトポケとかだったら重たかったんですけども、全然問題なく、王人だと全然普通に遊べますよと。さすがパワーでね、ネジ伏せてるだけあるなと。まあ、これちょっとムービーシーンなんでスキップします。じゃあちょっとね、戦闘シーン行きたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、ここで敵をね、ちょっと蹴散らしていきましょう。はい、行きますね。あ、まずまずっと。ボタン間違えました。こうですね。こうですね。こんな感じでね。敵の攻撃が。よし。こんな感じでね、倒しましたね。あ、気持ちいい。はい、これで戦闘完了です。戦闘シーンもね、全然問題なく遊べますね。はい、じゃあちょっとフィールドシーンにね、また戻ります。これちょっとね、飛ばしますね。ムービーなんでね。はい、こういうシーンもね、全然問題なく。よし。で、敵をね、粒子に、なんか、クリスタルみたいに固めることがね、できますよって話なんですけど、まあ、これ普通にね、で、普通に攻撃仕掛けてあげましょう。全然サクサクですね。こんな感じでね、また倒していきたいと思います。よし、行きましょうかね。こんな感じで。コンボね、繋げていくみたいな感じのゲームになってますね。ちょっと固めですね、敵がね。あ、もうオーバーキルしちゃったんですね。はい。こんな感じでね、倒しました。はい。ということでね、バルキリーブロワイル2結構ね、名作ゲームですんでね、プレステ2で遊べるっていうのは嬉しいかなと思います。はい、っていった感じです。これもね、多分後半、ここがね、結構サクサク動けば後半までしっかりいけるんじゃないかなと思いますんで。はい、っていった感じです。はい、じゃあ続きまして、鬼武者3ですね。こちらね、鬼武者シリーズの中で一番重たいのはどれですかっていうと、実はね、鬼武者3なんですよ。鬼武者3がね、重たいんですけれども、これもね、全然問題なく動きます。ムービーシーンからになりますけどね、金城武さんがね、演じてるんですよね。かっこいいよね。
ワンの主人公がね、金城武さんのね、この役なんですけども、ワンとスリーなんですよね。ツーはね、松田優作さんになってますんでね。敵は本能寺にある。いいですね。行くぞ。このね、演出もかっこいい。で、ここからね、スタートしてね、で、タイムスリップものなんですよね、これがね。現代にね、この鬼武者がね、行ったり来たりします、現代とね。これとりあえずね、現代じゃないね、あの戦国時代のね、話からスタートになっておりますけど。ちょっと暗いからね、あれなんですけどもね。わかりにくいかもしれないですけどね。でもやっぱり鬼武者シリーズはね、まだ遊んでない方いたらね、ぜひね、遊んでほしいですね。かなり名作な感じがします。敵がどれかわかんないですからね。こうやって切っていくと気持ちいいですしね。キル系のバイオハザードみたいなところなんで、もっとね、鬼武者シリーズね、新作出してほしかったりね、するんですけどね、個人的には。めちゃめちゃ面白いですよね。敵ですね、これね。よし、こうやってね、あ、いて、なんか狙われてますね。どっち行ってるかわかんないな。ここに敵いますね、ここにね。よし。こんな感じでね、倒していくと、次の道が、ルートがね、分かってくる感じかな。ここですかね、次ね。上の方行きましょう。ここに敵がいますね。よし。気持ちいいんだよね、これがまたね。ほら。でも、ぜひね、鬼武者シリーズな。あ、でっかいのいますね、ここにでっかい敵がね。ここにね。よし。ぜひね、遊んでほしいですね。よし。ちょっとね、今のやつのゲームに比べると、ちょっとね、視点が固定されてて、キャラクターちっちゃくなっちゃったりね、するんですけども、これはこれでね、まあ、なんか味があっていいっていうかね。よし。吸収していきましょう。よし。はい、吸収しました。ということでね。で、この上の方行きましょうかね。また大きい敵いますね。よし。まあ、結構ね、この、よし。キル系のゲームって最近増えたんですけどね。あの、光栄テクモさんが出してる、なんだっけな。ね。なんかゲーム出したり最近はね。出ちゃいましたね。なんか、ニオウか。ニオウとかに似てますよね。そう、ニオウですね。ニオウとかね、ニオウ2とか出てますけどね。ちょっと近いですけど、鬼武者はね、鬼武者でこれも面白いシリーズだと思いますんでね。これもね、現代風に加工した鬼武者4って出してほしいですけどね。はい、といった感じでね、こんな感じで、すっかり鬼武者3も遊べます。はい、じゃあ続きまして、風のクロノア2ですね。こちらもね、それなりにパワーないと遊べないゲームになっております。これもね、全然問題なく遊べますね。任天堂スイッチでね、こちらリメイク版出てますんでね。まあそっち遊んでいただいてもいいんですけど。こんな感じで、名作だからこそ、こうやってね、遊べるよ、といった感じです。ね、こんな感じで。よいしょ、よいしょ、よいしょ。こんな感じでしっかり遊べます。ほら、あれか。ぶつけないとダメですね、これね。こんな感じでね。よいしょ、これで、取れますね。こんな感じでしっかり遊べますね。よいしょ、よいしょ、危ない。これちょっとあれですね。敵が欲しいとこですね。敵を捕まえて、飛んで、よし、飛ぶと、いった感じですね。ぴょん。結構ね、最近ないよね、こういうアクションゲームみたいなね、ところかなと思います。最近ないんだよね、こういう感じのね。はい、こんな感じでね、しっかり遊びますね。はい。っていった感じでね、風のクロノアもね、処理落ちなしで。やばいやばい。よいしょ。よいしょ。こんな感じでね、遊べるかなと思います。結構ね、遊べますんでね。よいしょー。よいしょ、よいしょ、よいしょ。気持ちいいよね。サラサラサラとね、これシーン変わってもね、全然問題なく遊べます。敵かな、これ。よし。こんな感じでね。よし。よし。なんかね、結構ね、スピード感あって楽しいんですよ。風のクロノアってね。名作ゲームだと、ああ、でかい。あ、でけえな。これぶつけんのかな、これね。こうやってね。こうやって倒していくのも楽しかったりしますんでね。これ敵でしたね。敵に見えないのが敵だったりね。よし。で、これ進めていくみたいな感じですかね。こんな感じ。サクサクサクっと進むのがね、楽しかったりします。あ、ちょっとフォーカス合ってるんですね。はい、といった感じでね、風のクロノアも全然普通にね、遊べたりしますんで、ぜひ遊んでみてはいかがかなと思います。
はい、今日はですね、オーディン2プロで、ネーサー SX2 ってアプリを使って、プレイステーション2のソフトを動かしてみました。特にね、プレイステーション2のソフトはね、重たいソフト、ね、レトロイドポケット4プロとかでも、かなり動きがね、重たくて 100% で動かないなっていうようなソフトを中心にね、動かしてみました。オーディン2プロだとね、どれもしっかり動いたかななんて思います。もうね、これだけパワーあればね、プレイステーション2もね、2倍以上で、解像度2倍以上で遊ぶことができますので、オリジナルより綺麗というね、なかなか素敵な状況で遊べるぞといった感じになりますんで、ぜひね、プレイステーション2のソフト、かなり名作が多いという状況です。これだけね、このネーサーとオーディン2のこの組み合わせでね、プレイステーション2のソフトもね、9割以上のね、確率で起動するかと思いますんで、ぜひね、皆さんも楽しんでみてはいかがかなと思います。ぜひね、プレイステーション2専用機としてもね、使えます。これだけパワーあればね、プレイステーション2のね、ソフトがほんと綺麗にね、遊べますんでね、ぜひとも楽しんでみてはいかがかなと思います。はい。で、今日紹介しました、アヤンのオーディン2プロなんですけれども、バングッドさんで購入することができます。で、今ね、15台。今ね、5台売れて限定20台クーポンがね、5台売れて15台になっております。クーポンコード、こちらでね、クーポンコード適用することによって、6万7000円台で購入することができます。非常にね、このチップ、で、なかなかいいチップね、搭載、8ジェン2か、搭載している中で6万7000円台で買えるっていうのはかなりね、破格だと思います。5月12日まで、もうね、期間が短いです。5月12日まで、この価格といった感じです。これ過ぎちゃうとね、まあ、クーポンコード適用ね、ならなくなってしまって、高いお値段になってしまいますんで、500ドルとかだったかな ?500 ドルとかになっちゃうんで、7万超えちゃうといった感じになります。で、今ね、見たらね、在庫状況を見るとね、ブラックまだ在庫ありなんですよ、この黒ね。黒もね、かなりかっこいいです。黒だとね、この発光がね、目立って僕結構好きでね。で、結果僕ね、黒色買ったんですけれども、黒もね、かなりかっこいいと思います。これもね、これ黒なんですけどね。かなりね、発光も綺麗だし、かっこいいし、といったか、僕黒持ってるんですけどね。黒はね、在庫ありですので、ぜひね、もう24時間以内に発送されるかと思います。ぜひね、興味ある方、ブラックで興味、購入してみてください。あとね、このクリアブルーとかクリアパープルとかもね、かなり綺麗な色だったりしますんで、まあ、これちょっとお時間かかるかなといった感じです。はい、ぜひね、ネーサー SX2、プレイステーション2専用機としてね、持ち運ぶプレイステーション2というふうに思っていただくと、やっぱ黒が適任かななんて思いますけれどもね。はい、といった感じでございます。興味ある方は、この概要欄に、この動画の概要欄にリンクつけておりますんで、リンクから飛んでいただいてクーポンコードを入力して、この価格でご購入検討してみてください。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わろうかななんて思います。今日の動画役に立ったって方いましたらグッドボタン押していただけると嬉しいです。あとね、オーディン2プロ気になってるんだけど、こういうソフト動かしてほしいなみたいなリクエストがあればね、コメント欄にください。今後の動作検証でね、そのソフトを選んで遊ぶ可能性が高いと思いますので、コメント欄にいただけると嬉しいです。はい、ということでね、今日こんな感じで終わりたいと思います。いとっチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。